軍艦防波堤に今も残る柳の戦隊軍艦防波堤は北九州市若松区郷町の北九州港にある防波堤の通称。正式名称は響きな打賃艦護岸。太平洋戦争終結後、旧日本海軍艦艇の多くは戦時賠償として連合国に引き渡されるか解体されるかしたが、何隻かの艦艇は解体された戦隊が防波堤として利用された。 北九州市にある若松港の場合、運輸省第四港湾局により構築された長さ770メートルの防波堤のうち約400メートルを駆逐艦、両月、冬月、柳の三隻の船体を陣設して作られた。設置当初は船体そのものが防波堤の役割を果たしていたが、後に埋設、または周囲をコンクリートで覆われた。近年、 文化財としての価値が見出され、港湾管理者である北九州市港湾局による修復及び由来を解説した看板が設置されたほか、土木学会による近代土木遺産2800戦に選出されている。陳設は1948年6月から7月にかけて行われ、船体内部には岩石や土砂が詰め込まれてコンクリートで固定された。鎮設当初は、 船で渡る必要があったが、観光名所となり、選手楼の内部に入れたほか、各室入り口のネームプレートも残されている状態だった。1950年頃には歩いて行けるようになりよい、釣り場となったが、この頃から金属泥棒が目立ち始めたため防波堤の役目を果たさなくなる恐れがあることから立ち入り禁止となった。その後は、船体の崩壊が急速に進んだ。また、 1961年9月の台風によって内部の土砂が大きく流出したため、翌年の復旧工事の際、両月、冬月はコンクリートで完全に埋設されたが、柳は船体上部の原型を約80メートルにわたり止めた。しかし、柳の船体はさらに劣化が進み1999年に艦首部分が崩壊したため翌年、船体の周囲を コンクリートで補強する修復が行われた。柳の選手楼はすでに亡くなっていたが、修復によって船体は現在もその形状を止めている。この防波堤に使われた船体は初代柳であるが、多くの文献で間違って二代目柳の紹介がされているという。北九州市若松区下らにあり、名所港、東山公園への登山道から少しだけ外れた場所にある、 医療費1976年4月7日、遺族会や有志の協賛により、三官邸の戦没者慰霊碑が、北九州市若松区の高等山に建立された。ただし、こちらも、柳の記述は2代目のものとなっている。2、外郭施設五岸北九州港1997年頃に、設置。福岡県現存する重要な土木構造物2800線から、 土木学会軍官防波堤資料集抹茶による施設サイト。ありがとうございます。